はい、では今日の皆さんのお話のテーマはじゃん、恐れるな、恐れるな。前そうちゃんの時にもなんかめっちゃ怖いの誰ですかとか、恐れてるのなんですかって言ったよ、みたいな。だいたいそう、まあね、まあ一番怖いね。恐れるなっていうのは怖がる必要がないよっていうテーマで今日はお話をしていきます。では今日のお話の主人公はじゃん、まさゆちゃんお願いします。じゃん、この二人です。かわいい双子、双子ちゃん。聖書に出てくる双子で有名なのは誰でしょうか。聖書に出てくる双子ちゃん、双子、男の子の双子、あのちょっと仲悪いなんねん。エサーと、いやこれすごいな、これすっとあのリナさんこの年に出てきてへん。はい、じゃあいきます。エサーとヤコブの話を今日はしたいと思います。はい、お兄ちゃんどっちが知ってる？お兄ちゃん、エサ、そう弟がヤコブです。はい、ではある日のこと、もう二人が大きくなったから時の話です。なんで知ってるよな。エサオさんめっちゃお腹減って寮から帰ってきました。なんならそこにヤコブさん、こっちのちょっとねイケメンの方がヤコブさんがおいしいお料理を作っていました。うわー、おいしそうやな、お腹減った。なあ、エサオさんが言います。ヤコブ、それ食べさせてちょうだいよ。めっちゃおいしそうやん。今日の子供食堂のハヤシライスぐらいおいしそうやんか。そしたらヤコブが、いいよお兄さん、ぜひぜひ食べてください。だけどこのおいしい食事を食べさせてあげる代わりに、お兄さんが持ってるあの大事な、これちょっと難しい言葉やねんけど、上司の権利を僕に譲ってくれませんか。上司の権利って難しいよね。エサオさんは長男なので、このお家のお兄ちゃんなので、お父さんからめっちゃいっぱい財産もらえるで、かつ神様からの祝福も長男であるエサオさんが引き継ぐことになってる。だけどそれをこのおいしいハヤシライスじゃねえじゃ、おいしいこの料理と引き換えにしょうもない。だからもう普通だったら、いやそんな大事なものあげられるわってなるのに、エサオさんはめっちゃお腹が減ってたので、もうそんなやめる、そんなのいらんから、お前に寄せるから、そのおいしい料理ちょうだいって言っちゃいます。でまたしばらく経ってから、あら、またちゃんこの人だったわはい、本当にお父さんのイサクさんからその長子の権利をもらうときに、お父さんから祝福のお祈りをもらわなあかんねんけど、ちょっとイサクさんもお年寄りになってて、もう目が見えなくなる。で、本当はお兄ちゃんのエサウにあげたかってんけど、上司の権利をヤコブとお母さんのリベカが考えます。お兄ちゃんってさっきも言ってたけど、ケムクじゃねえ。ヤコブはイケメンのことをつるっとした感じやってんけど、お兄ちゃんはケムクじゃねえから、ヤギの毛とかいっぱいつけといたら
れなんかつけてるよね、ヤギかなんかの毛をつけて。はい、次いきます。どうとうとうその長子の権利はヤコブさんに渡ってしまいました。そしたらそれを知ったお兄ちゃんのエサウス、うわーなんでやー、さっきあんだけお腹減って渡す言うたのにな、めっちゃ怖かった。いや、雨降ってきた。雷
しょう、雷ドカーンと鳴って死んだらどうしようとか、はあ、お母さん大丈夫、鍋の火大丈夫、このまま火つけとったら火事になってるらどうしようとかめっちゃ怖かった。あと学校行くとき、さっちゃんの家から学校までめっちゃ遠かって2キロぐらいやってるの、途中で車にバーン跳ねられたらどうしよう、めっちゃさっちゃん怖かった。まあまあこれは低学年ぐらいだったやろ、だんだん3、4年生になると今度はこういうのが怖くなって、さっちゃんのお家はクリスチャンのお家だったから神社とかお寺とかでお参りすることはなかった。だけど周りの友達はみんな神社で行ってなんかお金がたくさん貯まりますよねとか、みんなが健康になりますようにって祈ってるけど、お賽銭入れたりとかしてるけど、さっちゃんはそんなことしたことがなかった。だけど周りの友達やってて、さっちゃんやったことないの、あそこの神社なんとか神様ってめっちゃ聞くらしいで、聞くってどういうことやと思うんだけど、めっちゃ言うこと聞いてくれるらしいで、だから絶対にお参り行った方がいいで、行かないとバチ当たるで、バチって何、怖いな。次、前もこの話したよ、お守り、みんなランドセルにお守りつけてるの、なんか可愛いの、でもさっちゃん持ってなかった、さっちゃんお守り持ってないの、守ってもらえるのに車に見つかるで知らんで、かなり安全とか持ってないの、持ってなかった。で女の子よう流行ってる、さっちゃん何型、 A 型、 B 型、 C 型とか言われる、そっちは A 型やけど C 型ないな、あの A 型の今日の運勢はブーやでとか、さっちゃん何座、お牛座、なんとか座、餃子とかいろいろ言われて、お牛座やけど、お牛座なんか今日は最低やで、あーさっちゃん気をつけや、めっちゃ怖なっててさ、まだ怖いって、なんかもっと怖いよ、さっちゃんお化けもうさっちゃんが3、4年生の時にね、心霊写真っていうのが流行って、もうめっちゃ怖くってさ、もう見るたびになんか生首とか出てくる、怖い、もうこんなんがほんまに出てきたらどうしよう、さっちゃんめちゃめちゃ恐れていました。で、さっちゃんが5、6年生になって怖かったのはめっちゃこれです、いじめられること、無視されること、なんかでもそんな時、さっちゃんはさっきの御言葉と一つのことを思い出しました。それがこれです。さっちゃんは本当に怖がりだったから自転車になかなか乗らないんだって。自転車の横にな、こんなな補助輪っていうコマがついてる時は乗れたんだけど、コマがなくなった途端に乗れなくなったの、怖くてさあ、みんなもそうです。この先、いろんな怖いこととか嫌なこととかあるときに、必ず守ってくださる神様がいるっていうことを知ってる人は、勇気を持って自転車に乗ることも、次の一歩を進んでることもできます。さっちゃんはいつもね、大人になってもこの時を思い出します。
度見てみましょう。どうぞ。覚えた？はい、ではいきます。せーの。恐れるな、私があなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私の身の右の手であなたを守る。イザヤ41の10。神様を信じている人たちは絶対に神様が守ってくれます。恐れることも怖がることもありません。ではお祈りします。はい、どうぞ。いい？皆さんについてお祈りしてね。はい、天の父なる神様。天の父なる神様。神様はいつも一緒にいます。神様はいつも一緒にいます。僕たち私たちがどんなことをやらかしても、どんなことをやらかしても、あなたの恵みで、あなたの恵みで守られています。守られています。どうかこれからも私たちを守ってください。私たちは怖がりません。恐れません。あなたが勝利の方だからです。この祈りをイエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。でもやねん、でもさっちゃん、やっぱり怖いものありますねん。恐れるなってあんだけ言われるけど、そう、さっちゃんの永久に怖いものはこれです。ベン、何時に帰ってきてんの、たちこ宿題まで出てないのっていうお母さんはまだまだ怖いです。はい、ではおしまいです。